大変長らくお待たせいたしました。それでは遠慮ホールなんちゃってとあと遠慮ホールを始めさせていただきます。それではまずその前にですね、皆さんどのプレゼンターの方を期待していらっしゃってるかちょっと何人かに聞きたいと思います。どうでしょう、前の方から。どうでしょう。あ、大沼君ですね。わかりました。その前にですね、私たちなんちゃって人から感謝の気持ちを伝えたいと思います。この会場を貸してくださった方や、毎回毎回来てくださる方、そして登壇者の方、関係者の方、すべての方にお礼を申し上げます。ありがとうございます。プレゼンターの方に喋っていただく前にですね、僕たちから一つメッセージがあります。それは私たちの活動についてです。私たちの活動はこれです。超えなくてもいい壁を作るです。というのも、僕が入学した4月、ワクワクした気分で初めての授業、初めての新刊、初めてのサークル、初めての全てが初めてでした。毎日が楽しかったです。それともう一つ気づいたことがありました。それは本気にならなくても毎日が過ごせるということです。というのも、例えば授業であればなんとなく授業を受けて、勉強する人は勉強して、勉強しない人は勉強しない、真ん中の人もいれば頑張る人もいる、サークルも行っても行かなくても大丈夫です。部活だって行っても行かなくてもいいし、全部に入らなくてもいいと思います。なんとなく過ごしていても毎日過ごせていて、壁が一つもなかったんですね。すごい楽しいです。それはなんだって苦労することがないんですから。頑張ると言ったらプレゼンの授業だったりとか、まあテストがあったりとか、それくらいでした。でも僕は思ったんです。僕はこんなことをしたいがためにこの大学に入ったわけじゃない。僕は何かアクションを起こしたい。そして僕が今まで培っていた活動とか体験をみんなにシェアしたい。楽しいと思ってもらいたい。そう思って何ができるか。僕が一番得意なもので、そしてみんなに体験してもらいたい。何ができる。それでプレゼンテーションを思いつきました。その中で、たくさん練習した一人がいました。そして結果的に越えなくてもいい壁を越えた一人の男の子がいます。紹介します。栗山和子君です。拍手お願いします。こんにちは。こんにちは。僕は東洋大学国際地域学部国際地域学科1年生20歳の栗山和子です。1年生で20歳なんですよ。つまり僕は2浪しました。そして2浪の時は明治大学や立教大学の頭のいい大学に入りたいと思ってましたが、まあ、落ちてしまって、それですごい憂鬱な気分で東洋大学に入りました。僕は入学当時にものすごいダラダラして、はあ、東洋大学かっていう気持ちだったんですよ。でも周りの人たちはみんなすごいアクティブでした。自分の好きなことをやってる人が多くて、僕は今までそれができなかったんです。東洋大学なのにこういういろんなことをしてる人がいるんだっていう風な偏見を少し持っていて、じゃあ僕も思いっきりやってみようと思ったんです。そこで匠くんが僕にプレゼンの機会を与えてくれました。このなんちゃってです。僕は今まで内気で人前で何も喋ることができませんでした。でも匠くんのいろんなアクティブさを見て、俺もかっこいいなと思って、やってみようって思って、そして3週間前にプレゼンをしました。僕はプレゼンをすることに対しては超えなくてもいい壁だと思っています。だってプレゼンを人前で話さなくても大学生活卒業できるし、人生だって超えなくてもいい壁、超える必要ないと思っています。でもやってみることはすごい大事だと僕は思っています。なぜかというと、
僕は越えなくてもいい壁を越えようと努力しました。自分の弱さをたくさん知りました。そのおかげで今内気で人前で話すこともできない自分が今こういう大きなゴールで話すことができています。それが何よりも自分が変われた証明になっているって今ここで言えます。だから俺はもう作品にも感謝してるし、このなんちゃってっとにもすごい感謝してるっていうのを今日皆さんにお伝えしたいなと思って話させていただきました。ありがとうございます。最初からはですね、本当に喋るのが苦手で、あ、もうできないできないとか、一番最初練習した時は15分のキャパの中で45分ぐらいかかっちゃっていて、で2回も徹夜をして泣きながら練習をしていたんですね。で当日、あ、本当にできないかもしれない、あ、もうやめていいから逃げたいなって言ってたんですけど、逆にその中に今まで練習してきたっていう過程が、やっぱりその練習っていう壁を越えて自分のことを信じて、そこで実際にプレゼンをして、本当に嬉しい、本当のこれが本当の達成感だ、そう言っていました。僕はこの越えなくてもいい壁を作ってそれを乗り越えてもらっている姿を見るのが本当に好きです。だからこそ私たち、僕はなんちゃってと続けていきたいですし、運営一同続けていきたいと考えています。それではなんちゃってと始めさせていただきます。本当にありがとうございました。